サンフランシスコケーブルカーサンフランシスコケーブルカーはアメリカ合衆国のサンフランシスコで1873年に開業したケーブルカーである現役かつ世界最古の手動運転の循環式ケーブルカーでありサンフランシスコ市営鉄道に属する公共交通網の一部を構成しているケーブルカーはサンフランシスコの象徴的存在ともなっている 一定数の通勤客も利用するが、その運行範囲の狭さと運賃の高さから、どちらかというと観光名所的な存在であると言える。路線は、アルカトラズ島やフィッシャーマンズワーフなど、市内の主な観光名所に囲まれている。マーケットストリートを走っている、路面電車、F ラインと混同されることもよくある。また、サンフランシスコのケーブルカーは、史跡登録リストに交通機関として、 唯一掲載されている。旧坂の多いサンフランシスコにおいて、技術者が馬車に代わる輸送機関として考案し、建設した。現在は、路線は、ユニオンスクエア近くのダウンタウンから、フィッシャーマンズワーフへ2路線、そしてカリフォルニアストリートに沿って1路線の、計3路線が運行中である。カリフォルニアストリートから、ハイドストリート沿いに、 ハイドとワシントンの交点まで行って、パウエル、ハイド線につながる連絡用の人を乗せて運行されない路線も存在する。これはカリフォルニアストリート線の車両を車庫まで導くためのものである。路線はマーケットストリートのどちらの終点でも路面電車の F ラインに乗り換えが可能である。またテイラーベイの終点、ハイドビーチの終点からも少し歩くだけで 海ラインに乗車することができ。三角路線で一般的な高層式、鶴瓶式のケーブルカーと違い循環式を採用しており、線路の中央のケーブル用の溝の下に付設された114本の鋼鉄線を寄り合わせて作られたケーブルが時速9枚の速度で移動しており、そのケーブルを運転士がテコの原理を利用した装置で掴むことで車両を走行させている。 停車の際はケーブルを離し、ブレーキでその場所に停止する。つまり、個々の車両は運転士の判断によって任意に、ケーブルの走る方向に発進、停止ができる。これらのケーブルは3路線分とも、ケーブルカー博物館内の動力室を通るよう、付設されていて、同室内の大型モーターにより循環させられている。ケーブルの本数は合計で4本あり。 カリフォルニアストリート専用に1本、パウエル両線の共有区間用に1本、それに分岐してからのハイド線、メイソン専用それぞれ1本である。各ケーブルの直径は約3.2センチメートル、ケーブルの送出速度は固定で、時速15.3キロメートル、創出力は510馬力、380キロワットである。各ケーブルはサイザル繊維のロープ、 各に巻き付けられた6本の鋼鉄製の房からなっており、それぞれの房は19本のワイヤーで構成されている。ケーブルはパール状の素材でコーティングされていて、これは消耗する潤滑油のような紙ではなくて消しゴムがなくなるのと同じような役割を果たしている。運賃は乗車区間にかかわらず1回の乗車につき一律7ドルである。乗り換え券。 トランスファーは利用できない上に、乗り換え券として使える切符も発行されない、支払い証明はもらえる。前日の通り、サンフランシスコにおけるケーブルカーの車両には2種類ある。両種ともに軸ボギー台車を2台搭載し、1067mm の凶器の上を走っている。カリフォルニアストリートカーとカリフォルニアカーはよく混同されるが、前車は カリフォルニアストリート線を走るケーブルカー車両のこと、そして後者はサンフランシスコ市内すべてのケーブルカー車両のことであり、特に後者は制御部分と客車部分が別の車両として動く初期型のケーブルカーと区別するための用語もある。パウエルの両線では、経営28両の型運転台車両が、カリフォルニアストリート線では12両の両運転台車両が運行されている。 車両は時々新車や修復車と交換され、古い車両は後の修復のために取っておくか、リオビスタの鉄道博物館へ運ばれる。現在にもなっている車庫には、クレー線、モトオハレル線、ジョーンズ線で使われていた19番と42番の車両が保存されている。日本では1959年にサンフランシスコ市から姉妹都市である。 大阪市に両運転台の61号車、1907年製が寄贈され、1963年からは市内の交通科学博物館、開館当初は交通科学館で展示されていた。これはアメリカ本土の外に存在する唯一のサンフランシスコケーブルカーの保存車である。同車の寄贈前には、 当時の中井密次大阪市長がサンフランシスコ市長と共に運行中の動車に車している。2014年の交通科学博物館閉館後、所有者の大阪市は民間事業者への無償対応を検討している。ケーブルカーの車庫はワシントンストリートとジャクソンストリートの間、メイソンストリートと交わるあたりから少し上ったところにある。車両はジャクソン側から線で後ろ向きに入り、 ワシントンの方へ惰性で出ていく形になる。片側向きの車両が正しい向きで出ていくことができるよう、車庫の中には四つ目のターンテーブルが備えられている。車両が車庫内を移動する際には、ゴムタイヤを履いたトラクターによって動かされる。車庫は発電所との真上に位置している。博物館の入り口は、ワシントンとメイソンの交点付近である。博物館には、 古いケーブルカーが数量展示されており、その多少規模な展示や見上げ屋もある。特に興味深いのは発電所を直に見られるギャラリーと、ワシントンとメイソンの交差点下にある、ケーブルの向きを変えて送り出すための巨大な滑車を見られる、ギャラリーであろう。ケーブルカーの運転手は、クリップマンとして知られる。これは、非常に経験がいる職業である。グリップレバーを、ゆっくり操作して、 ケーブルを掴んだり離したりしなくてはならなかったり、ケーブルが交差するポイントやケーブルが路線に沿わない箇所で車両を脱線運転できるよう、適当な箇所でケーブルを離さなくてはならなかったりする。また、ケーブルカーの物理的な制限をよく理解していない人が運転する車などとの衝突を予測し、事前に避けることも求められる。訓練コースに挑戦したもののうちのほんの一部、 約30%のみしか試験に合格しないという。2005年12月時点では、女性のグリップウーマンは、1998年6月15日より、勤めたファニー・メバーンズしかいたことがない。グリップマンには、グリップとブレーキを操作するのに必要である非常に、頑強な上半身、視覚と手の優れた協調関係、そして優れたバランス感覚が求められる。 グリップマンに加え、各車両には、車掌が一人乗っている。車掌は運賃を回収し、乗降する乗客を管理し、坂を下っている時に、後ろの車輪ブレーキを操作する仕事がある。ケーブルカーのステップ部分に立って乗る、ステップ乗車の習慣があることから、乗客の管理は、特に重要な仕事である。乗員の中には、地域的に偉人とされる人もいる。 毎年7月の第2あるいは第3木曜日6月の第2週から最終週まで行われる予選に引き続いてユニオンスクエアで上院によるベルナラらしコンテストが行われる予選は審査団が与えるポイントによってどの出場者をユニオンスクエアで行われる決勝へ出場させるか決めるものである2009年6月9日に開かれた決勝戦にはハワードウー フランクウェア、そしてレオナルド・オーツの3人の上院が進出した。この大会では、レオナルド・オーツが3回目の優勝を果たした。以下は、過去の入賞者の記録である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。